読み上げ動画、幕末維新の謎、第19回、括弧、全27回、幕末維新の謎、第19回、括弧、全27回、記事の読み上げ開始。黒丸、吉田松陰は、松下村塾でテロリストを養成して、近隣諸国への侵略主義を唱えていた。黒丸、高杉晋作は放火犯で、テロの実行を煽、括弧、煽っていた。黒丸、西郷隆盛は僧侶を殺めた殺人者で、武装テロ集団を指揮していた。明治維新から現代に至るまで、薩長士官によって欺かれている歴史とはどのようなものだったのか。薩長にとって都合が悪く、あまり表立って語られることのなかった歴史の真実とは。なぜ今、反、薩長士官、本がブームなのか。150年目に明治維新の見直しが始まった。電気を広告塔にする手口が在日。そもそも北朝鮮が悪いんだろそれは。明治なければお前生まれてないんだぜ。安倍反対を叫びたいだけだよなお前は。反薩長なんてぶち上げたら合図も批判されるとまだ文官ないか。どれだけ自己中なんだよ安倍側は。原田よりは星良一より臭いかもな W。薩摩は良いが長州は嫌い。安倍晋三の地元だぜ。戦犯の生まれたちだぜ。しかも戊辰被害者になりすますんだぜ。右や。ちなみに俺は横浜だな先祖は福島とアメリカな。中通り。合図かすってもいないしょ。長州藩士は在日。朝鮮人投降はいたのは事実だよ。差別はなかっただろう。すごいな。多余地に言いまくりの自称保守な。グローバリズム野外使用も始める異様さ。どうなってんだ今の政治。そしてこの掲示板。慶長3年、1598年、豊臣秀吉の2度目の朝鮮出征、慶長の役の帰国の際に連行された多くの朝鮮人技術者の中に、初代、陳東吉はいた。具体的に誰が？まあ北系がいろいろと必死なんじゃないか。安倍は東京だよ。戦犯とか在日臭いな君。理系は間違いない。あと西へ。今の日本が明らかに行き詰まってるからやろな。安倍は帰化人。以下韓国の雑誌から翻訳。このような事実は金忠職、カッコ、キムチュン氏、東亜日報論説委員が最近発刊した本、悲しい列島へ、投資の異邦人400年の記録、カッコ、著書出版、で明かされたことで、水の江達の乱直後の1598年日本、に連行された投稿で日本の陶磁器宗家をなすまでになった陳寿官家門の14代子孫をインタビューする過程で明らかになった。佐藤さんの言うことは驚くべきことでした。私にあなたは日本へ来てからどれくらいになりましたかと問うので、400年近くなったと言ったら、私たちの家門はその後に渡ってきた家というので、す。半島のどの故郷からいつ来たかはつまびらかにわからないが、自分の先祖が朝鮮から渡ってきて山口に定着した、という話だったです。論語の術字編に出る表現という、かっこ、中略、この記号から、佐藤元総理の心情を推し量ることができる。このように見るとき、岸総理と佐藤総理はもちろん安倍長官にも韓国人の血統が混じっているわけだ。これとともに安倍長官の父親で同時に80年代4期連続日本外相を引き受けた安倍晋太郎にも韓国系が、多い山口県出身という事実は、安倍に韓国人の血が濃く流れていることを妄想する。佐藤は彼に言葉にせ、ズモクモクと会っていても、認めることはすべて認めて通じる、という意味の、目次式の、という言葉を書いて去った。大韓半島高派の戦闘奏者が韓民族光栄だなんて、金委員は本で、日本総理の靖国神社参拝を席、極支持するナショナリスト、かっこ、国家主義者に韓半島血統が伝えられているということは誠に皮肉、だ、と言った。かっこ、攻略。ソース、カッコ、佐藤栄作の記号写真あり、コロン、プレシアン、カッコ、韓国の、2006年5月17日日本次期総理一巡ぐらい安倍晋三は、ネトウヨや保守の頭の悪さに絶句する。例えば、白人のインディアン虐殺を批判してる人がいたら、インディアンをつ、いつまで恨み事を言ってるの？ここは日本だけどインディアンがいるんだな、なんていうのと一緒。頭がおかしい。薩長批判を、会津人と関連づけるのハグの誇張。ゴミウヨ保守は首吊って死ねよ。プーチンの山口訪問とか中国首脳との会談とか。日本の支配層連中はものすごく敵国であるはずの国の支配層と仲が良いんだけど。中国の天安門事件も日本の天皇が訪問したから中国共産党が生き残って丸く収まったことになっているけど、あらかじめ天安門事件を起こした活動家幹部も中国共産党も天皇もアメリカもグルだった。そして、こうした支配層が起こした茶番偽革命は今でもトルコとか世界中で行われ、結局革命が成功しても失敗しても支配層に邪魔な危険分子が殺されるだけだった。吉田松陰の生家の杉氏も帰化人だよ。杉氏の先祖は大内氏となっているから大内氏の祖は百済王だし。そこに異論唱えてどうすんだ？選挙権のない罪人朝鮮人。イングランド銀行の歴史を勉強しようか。戦争の度に金を貸してた銀行がどんどん肥大化していったんだよ。さて、戦争って本当に当事者間の必要に迫られて起きたの？イングランド銀行と言いながらいろんな国の人間がそこに入り込んでいて、すでに国際金融資本化して、戦争が起きる度に銀行が儲かる。そんな中にロスチャイルドなんて名前があるわけだよ。日本で言うと、シフなんてやつが日本に金を貸してるわけだけど知ってる？その返済つい最近まで日本人がやってたんだけど知ってる？なるほど、薩長擁護者はグローバリズムも擁護しないと論理矛盾だわな W。タブセシステムの定義を世界中に拡散することを希望。二項対立を変に強調しないでほしいな。カルトの洗脳手法だな W。戦後、韓国と北戦は、負け犬の遠吠え的ウリナラマン性教育で国民を洗脳し、日本に与えた影響力を、大いに誇張して喧伝することによって、
地に落ちた自尊心を回復しようと企んだ。かっこまた、半島における中国の影響も、ほとんどなかったことになっている。それとは逆に日本では半島史研究が急速に衰退したので、年中のデタラメを無批判に信じ込む。反日左翼教師、バカ左翼学者、バカ左翼マスゴミが言いたい放題を繰り返すことになる。いい例が高松塚古墳の壁画だ。どう見ても肝心の風俗なのに、朝鮮文化だと騒いでいた。ソウル、平壌を含む半島の主要地域は、B、C.108 から A、D.313 まで400年間も肝心の植民地、かっこ、洛南軍、帯方軍、で、それ以降も半島には肝心、洛南文化民や中国のコピーが現在まで続いている。そして半島に、朝鮮、かっこ、韓国、文化らしいものが芽生え始めたのが、新羅が半島南部を統一した。7世紀後半以降のことである。朝鮮文化が成立する前の話なのに、これは朝鮮文化だ。と喧伝するのは、気違いの戯言、以外の何者でもない。朝鮮人が朝鮮文化を日本に教えてやった。言っているものは、すべて韓、洛南文化だ。要するに、313年に洛南軍が滅ぶと、韓人たちが徐々に南下してきて半島南部や日本側に渡って、その文化を授けたのである。代表例が、日本に漢文を体系的に伝授した王人博士で、同じ時代に百済も漢人に漢文を教授されている。しばし韓、なる者も要注意だ。いい小説家ではあるが彼は歴史家ではない。チョンコウモネリ史観の嫌いがある。要注意だ。大内が百済王の子孫 W。お前ジジイだの W。大内が百済王の子孫だというのは自称以外。明確な資料は全くないし。大内が自称してる王は架空の人物だぞ W。会津の観光業者や観光客欲しさの市長が藩との和解を受け入れないから反社長自体は当たってるけど、別に陰謀論者ではない。しかも若い会津人は戊辰自体に詳しくない。バカな押し売りだな。お前らがブームにしたいだけだろ。締めば、内容違うな W。あと、下手な英語だ。そこで、AV 女優、AV 男優。親の顔が知りたいな。どうなんだろう。牛、豚、鶏、毎日、ひっかい、とっかいではある。人肉ですな。大内が未だに、くだらだの朝鮮だの言うの、部落の鬼塚くらいかと思ったら、まだそんなファンタジー信じてるバカいるんだな。基地の文献もあったが、未知の文献もあって面白かった。会津藩がいかに野蛮で卑劣な藩だったかよくわかった。諜報隊は過半数が幕臣出身のはずだが、野蛮な連中だね。大内氏は自称したほど朝鮮人が好きな名誉朝鮮人だったんだよ。だから配下に帰化人がいた。そりゃ綺麗事だけで戦争勝てるわけないし、現政権が自分たちを正当化する士官を作るなんて歴史の常識だし、俺も個人的には社長好きってわけじゃねえが、なんで今更、こんな小学生が喜びそうな正義感振りかざしてる本が受けてるの？って思ってた。で、本屋で軽く立ち読みしてみると、こんな悪逆非道な長州の後継者が安倍総理である、って方向にまとめてて納得いった。現実の社会で安倍政権に全く歯が立たない左翼の皆さんが、この手の本を読んで留飲を下げてるんだと、涙ぐましい現実逃避だねえ。そら反日プロパガンダや会津プロパガンダに騙されるパーがいるわけだな W。ここは匿名だよな。会津でも戊辰被害者なら子孫かどうかは重要なのに誰かわからない人間が被害者面はまずおかしいよ。単なる安倍批判しかしてない。君は CSIS って知ってる？戦略国際問題研究所。アメリカの民間団体。ただの民間組織だ。安倍はその CSIS で何回も講演やってるの知ってる？なんで日本の首相がただの外国の民間団体で講演やってんだろうね。設立にあたっては、アーレイ・バークおよびデイビッド・マンカーブ社や。カッコ、デビッド MANKERABSHIRE、4が主導、5。1987年にジョージタウン大学から独立した研究機関となった。設立の経緯から、アメリカ陸軍などアメリカの国家安全保障グループとのつながりを強みとする。まだわからない？長州薩摩じゃなくてミニア田臥朝鮮人ミニア何百年以上住んでも朝鮮人同胞利権。合図じゃなくてミニア日本人。火消し工作必死。名誉朝鮮人。名誉朝鮮人だから配下に帰化人がいるの？ W、塚、大内が自称したのは百済であり。朝鮮じゃねえぞ。大内が朝鮮とかお前を自らでも鵜呑みにしてんのか？余談、文系。日本は、なぜ文系なのか漢字0点。英語を学ばせるため。中国ではない。そこに目をつけて対立煽るってやはり半島系だと思うな。典型的すぎるし。あと軍艦島の世界遺産の時もそうだな。近代国家として力強く進んでいった日本の誇りの詰まった文化財を世界的に、公認してもらうはずの話が、韓国人を奴隷にし、強制労働によって成り立っていた。世界遺産はその拠点だったという話にすり替え割ってしまったのです。手な方向性と同じベクトルで、近代化の歴史観そのものを否定するようなのが、日本人に精神的に自殺しろと毒を撒いてる。火消し工作左やお前の妄想 W。そしてお前の発言は火付け役 W。田臥は山口県で一番朝鮮人が少なく、朝鮮部落もありませんよ。理系。日本は、なぜ理系なのか漢字0点。理科を学ばせるため。中国ではない。藤原家、かっこ、この絵はタルムードの民。孔明天皇暗殺の歴史の真実を知る一族。それは間違いで、例えばナチス大好きって政治家がアウトなのと同じように、安倍は吉田松陰や維新の志士を尊敬してる。その尊敬対象が危ない人たちなのが問題。争点がわからないゴミなんだよお前。43レスもソースもない話力説して頭おかしいよ。薬中華、日露戦争の資金を借りた先が、ユダヤ人だというのを、渡辺正一先生が書いてたのを見て、衝撃が走ったのは忘れられないわ。どうしてこういうことが一般的に語られないのか？
いろいろ考えさせられるきっかけになったな。陰謀論で明らかに気違いなこと言ってる人が、一番怪しい。何の目的でやってるのか。そもそも北朝鮮と安倍が繋がってる可能性について少しは考えたら？そこが日本と繋がりの深い米の有力シンクタンクだからだろ。バカかお前は。騎兵隊天皇と長州卒属の明治維新、かっこ落合幹事長、茂る校舎官、はいまた出てきました。在日出版社による、長州型基本で SW、皆さんいい加減気づきましょうね。すべての戦争は支配者の茶番である、かっこ少なくてもワーテルロー以降のほとんどの戦争は証明できる。世界中の中央銀行の所有者とお金の流れ W。そうだよ、日本とつながりの深い、ただの民間組織なんだけど、わかってる？なんで日本政府がアメリカのただの民間組織と密接に関わってるの？教えてよ、ドリフターズは薩摩推しだろ。まあ、歴史って面倒だな。でも知れば知るほど、今の状況と幕末はそれほど変わりはないとも思えるね。テグラクと在日が言ってるんだね W。お前も仲間か？ W、明治維新150周年と言ってもなんも盛り上がってないどころか、反明治維新キャンペーンやられる始末、貴家人一族である岸家の真実とは？岸家と佐藤家にまつわる余談の総話だな。郷里田伏の選挙戦の時佐藤派は何とかして岸信介にケチをつけたいと頭をひねった。思いついたのが、土地に古くから言い伝えられていた、癌の孤児である。もともと岸家は悪大官の家系ではないかと誰かが言い始めた。というのは、毛利元就が東派で賢こと厳島沖で戦って大勝を収めた際、寝返って毛利方に着いた船の調達人が、癌と称する貴家人、であったという。明治維新関係なかったな章安倍早めろうすれでよくないか？政治板の安倍側脱弾すれにでも統合されたらよいのに章。くだらないねえ。日本に教えたと主張するな。証拠になる元のものが何も残っていないので、日本のものを見て、こういうものを教えたんだと思うバカ朝鮮。クダラは木造多重塔を作る建築技術がなかった可能性が高い。かっこ写真が見られなくなってる。各自、検索してみてくれ。朝鮮半島がこんなありさまなら、法隆寺などの優れた文物がどこから来たのか。それは、九州以外ありえない、アンチ長州の香ばしさ W。ソースがパヨクに部落に在日ですよ W。ナチス大好きなんて言ってないだろしょう。安倍批判の扇動工作の一環だな。実際に読めば相当な無理があると知れる。薩長の背後にユダヤがいるとかの陰謀論にしても、昔からキリスト教原理主義派、三人元久みたいな神道家らが散々言ったり書いたりしてきた。原田伊織は幕府方を真の愛国、倒幕方を革命テロリストの売国度とするな。話として、は面白いが、相当無茶な話の展開がある。実際のとこ、幕府は外交も内政も失敗に失敗を重ねて、日本がその後半世紀にも、苦しむこととなるアメリカとの不平等条約を結んだ。為替にしてもアメリカが非道にまで利益得る場合にして、日本から莫大な金が流出。事実は事実として覆すのは無茶だ。反日露戦争に言えば、そいつはロシアユダヤ人の一人であり、投機的に日本に融資して成功したってだけだわな。で、米の金融資本はロスチャイルドとロックフェラーの二大勢力だから、戦争なんて事態で金が動けばになれば、どういう状況でも、絡んでくるのは当然であよ。明治維新以降、一貫して在日流入、日本人弾圧してきた日本政府の歴史が証明してる。別に東北は薩長とか叩いてないのに、なんで陰謀論系やオカルト系はごちゃごちゃうるさいの？米国とも関わらなければ、北朝鮮や中国に日本は乗っ取られ、強制収容所で粛清されるかもしれんからな。本気で戦いたいのなら、関わらなければしょうがないだろう。岩川隆史 W、左翼じゃねえか、赤じゃねえか人殺し賞、国家予算の60倍だぞ。びっくらこいたよ、本当に。マジですごいと思った。国会での賭けに対する野党、かっこイコール国民の質問を見下した安倍のおごりの態度と、仙台での世良修造の気違いじみた態度、まさにそっくりだったな。朝鮮人の血液濃度が高いところは、いつまでも下品で野蛮ってこと。安倍とか高村とか、顔や体格とかもろ朝鮮だからな。ソースが週刊文春の記者 W。坂の上の雲、には書いてありますよ。っていうか、結構有名な話で、歴史が好きな人には常識かと。活動家気持ち悪い、日本から消えて、岸と文鮮明が熱いメソニックハンドシェイク写真、プロレスだろ。二項対立は洗脳の中で最も簡単。思考にフレーム入れたら操作しやすい。東北は合図プロパガンダで叩いてる奴がいる。陰謀論、オカルトは印象操作で日本を悪に。在日が街道メンバーのケースはある。ウェア W、ハウサにも書く。カイツからムトータはブレーキが効かないのはセンスで見れば理解いると思う。君は何を言ってるの？アメリカ政府ではなく、それただの民間組織だと散々言ってるんだけど、なぜ日本政府がただのアメリカの民間組織と密接に関係しているのか、それを教えろと言ってるんだな。東北人にはそんな奴いない。わら人形は法だな。なんで未来にレスしてるのかは知らんが、大内氏がくだらの臨政大使の末裔を自称したのって室町時代、ちょうど大内氏が朝鮮との貿易を行ってた時なんだよね。まあここまで書けば、何のための創作かを積むの足りないこれもわかるでしょ。ちなみに臨政大使は大内氏の系図にしか存在しない人物。これまた系図の捏造ではよくある話。ヒント江戸にもメイソンロッジはあったから、150年前に興味津々の現代人がまずいないからしょう。アンカー先とか見合ってないぞ。150年過ぎてから解釈し直してもかえっておかしくなるだけだろ。有力なシンクタンクでキッシンジャーなどでい政府の要人だと、関係があるからだろ。政府と民間組織なんて言えば、日本でも海外の要人が総計で講演したり、してるし、大使館のパーティーに文化人やら小説家、時には漫画家まで、
呼んだりするケース、かっこ、仏、もあるが、その程度のことも知らんのかね。ちなみに韓国は早稲田に日本に韓国との人脈を作るために、韓国の文化事研究所を設立しようとしてる、かっこ、もうできたかもしれんが、だろうが。ただの民間組織と密接に関わってるの？君バカなのか？その通り。だから配下に帰化人がたくさんいた。うよほしな頭の悪い話で、日本を右往左往させてきたのは事実だろ。で、いつ中国包囲網は完成するのかな？バカは土に帰ればいいんだよ。無意味な暴言ばかり。君がバカなだけだろう。何がその通りだよ W。維新って、朝鮮人の長州がテロを起こして、間抜けな日本人がそれに負けた結果だろ。会津人にしたら本気で迷惑。震災被災もあるのに。知り合いに言いふらして知り合いの役人や議員に片っ端から言ってくるよ。さらに言えば薩長は江戸260年の間、戸様として散々な目に遭わされたわけで、関ヶ原以来の幕府への恨みだな。直された解釈は会津が独善的な正義の被害者ではないと分かったくらいだろ W。とりあえず書いておく。安倍ピョンが絶賛している吉田松陰は、単なるテロリストだから、北朝鮮の刈り上げ君と同類。いつも思うんだけどさ、内容はともかくどっちかな本物の朝鮮人でどっちかな朝鮮人叩きしてる日本人。あるいは日本人 VS 日本人や朝鮮人 VS 朝鮮人もありえるんだろうがそんなことはどうでもいい。ゼロは朝鮮人とか誘導して嫌悪感を煽ろうとしてるけどさ、朝鮮人たちはそれでいいの？自分たちを最低のクズとしてこき下ろしてるわけなんだけど分断工作するにしてもプライドってもんがないのかねっていつも思うんだけど、やり合ってるのが 100% 日本人だけだっていうなら好きにすればいいけどさ、どんな目？関ヶ原の恨みとか誰が唱えてた？司馬遼太郎かな？ W、反日プロパガンダが日本人なわけないだろ。作謀、謀反、暴虐、殺戮、強奪、強姦など、ありとあらゆる犯罪行為。これを言うなら、徳川が幕府を樹立するときも大体同じことやってるな。三流の維新一流の江戸かっこ、笑い、総計で講演したり右や総計で講演したり、当然であよ。右や当然だよ。お前みたいな維新はイギリスな、チョンな、っていつまでも騒ぐ奴がいるから合図までとばっちりなんだと思うがね。中国包囲網なんか非現実的で、むしろ中国とは協力していた方な、北朝鮮包囲網としてよかったのではないか。バカな仮想敵を間違えた結果、日本の国益が損なわれるよね。アンチ長州のソース、左翼、部落、在日、週刊誌、これでもう理解してくれねえかな？ W、何を寝言言ってるの？明確に政治的に関与していることを文化人の接待と同一視するとか、どんな奇弁だよ。CSIS を知ってるなら当然アーミテージレポートぐらいは知ってるよね。日本の政治がなんでこれに追随してんの？君はただの民間組織が日本を動かしているという現実について何も思わないの？民間組織ってことはそこに武器屋も金融屋も絡んできてるんだけど、アメリカの軍産複合体と全く同じ構図が日本で起こる可能性についてなんで考えないの？アホなの？会津のことだな W。会津の極悪非道は北越の資料により明るみになったからな W。真実か自称は家系図では曖昧だが、振る舞いは名誉朝鮮人なんだから大差ない。朝鮮のために和光征伐してる。長州に、桂、杉、唐とか一文字姓が多い理由を考えろ。朝鮮にあるせいだ。それネトウヨじゃなくて親中派じゃないか？一くくりよくないよ。星良一は仙台出身で、会津プロパガンダの親玉だよ。明確に政治的に関与、ソース。CSIS を知ってるなら当然アーミテージレポート、シンクタンクのレポート重視したとしても、おかしいとも思えんが、何に言ってるんだ？アメリカの軍産複合体と全く同じ構図が日本で起こる可能性、についてなんで考えないの？意味不明。お前は病気か？会津は福市から遠く離れてるのに、福市近隣の岩木市に比べ深刻な放射能汚染をさせられたかわいそうな被害者。長州藩の根の精神には恐れ入ったわ。クソ左翼しね。三つだけ挙げておいだの考えろだの。九州人。んばんだか、山口県。バカではなく、ハイバード。オックスフォード。地球が作ることができない。いつでも殺せる。子供ではある。経済的に。特に、山口県って、何がありますか？地理的に、山口県に核ミサイル。総生産。1億発。歴代内閣で山口県出身の大臣がいない時はないんじゃないかな？安倍のようなバカな総理になれるのも長州のせい。右翼も騙されて長州推しになってることも多い。薩長批判を安倍に当てはめて政権交代させたいんだって詐称。なんで最後の一行に長州藩が入ってくるの？印象操作？ WGIP？ W、朝鮮人がなぜか自分たちの悪行に対して陰謀論、連呼で否定して合図叩き。サピオ、9月号、明治維新150年の過ち。サピオって雑誌？よく知らないけど現実圏なよ。そこで長州藩側のお前の根文化を指摘しとくな W、お前の思考回路のがよほど気違いだわ。革命家をテロリストと言ってもな、その通りだわな。だが革命と言っても、ある意味逆革命みたいなものだったわけだな。福市の原発燃料は311以前に抜かれてた。後から会津を中心に空中散布されたから、確かに出所はとても面白い組織だと思う。CSIS。イエズス会の影響が強いのかもしれんが、それはオリエント的な支配体制の学術的見地のためだとも思える。まあ、戦略国際問題研究所ということだから、今日の日本は北朝鮮や、中国共産党が夜内政干渉、扇動工作を受けているという認識だから、やっぱり当然といえば当然じゃないかな。下関の朝鮮内とか、マジで気持ち悪いからな。ガリュウザンのバラバラ猟奇殺人の犯人もそこ出身だったし、福岡、山口はトライチョンの病巣、
今でこそそこから全国にちょんが拡散したな。幕末あたりはまだ山口限定ぐらいだったろ。だから、全国で朝鮮濃度が一番高かったのは長州というのは角度が高い。だからアーミテージレポート読めよ W。安倍の政策が書いてあるから W。お前論理的思考できるの？アメリカで問題になった軍産複合体。それが CSIS なんだけど、こいつらの政策を追随してやってるのが安倍だよな。まあ参考、かっこ W なんだろうけど W。ということは、こいつらが日本でアメリカと同じ構図をやろうとして、レポート書いて安倍が参考、かっこ W すれば日本で同じことが起こるって、なんで理解できないの？差別主義者の気違いしめよ。野党、国民の質問とか言える人間の説得力はほとんどないね。お前ら、北朝鮮の水爆実験のニュースでやっと人工地震の存在を信じるようになったな。合図が叩かれるのは合図プロパガンダが原因。で、誰が朝鮮人なの？俺からしたら反日プロパガンダで、陰謀論唱える奴が朝鮮人だけどな。実際に小清水や鬼塚みたいな陰謀論者が、本出してるの朝鮮人の出版社だし W。誰もしてない話を振るのが好きなんだね W。そういうお前の差別主義のが、気持ち悪いわ。じゃあ古文10人くらい挙げてもらおうか。あのさ、イエズス会って世界中で人身売買の先兵やってた組織なんだけど、長州に、桂、杉、唐とか一文字姓が多い理由を考えろ。朝鮮にあるせいだ。朝鮮人でそんな姓聞いたことねえな W。鏡見ろよ、ボケ。そりゃ明治維新って赤包帯の偽官軍事件とか、江戸でのテロ行為とか見らわかる外心志士なんて今で言うイスラム国のテロリストと変わんねえからな。幕末あたりはまだ山口限定ぐらいだったろ。だから、全国で朝鮮濃度が、大なり一番高かったのは長州というのは角度が高い。さ、文献でそうか、安倍晋三。あいつはバカだ。とりあえず、山口。そこに、ミサイルを配置するのが、囲碁。将棋。それが、定石。そして、山口県。放射能汚染になっても。大丈夫。ですから、大丈夫。ですから死ぬ準備を。差別主義者は最後は差別される。日曜の朝から寂しい奴だな。よほど不幸な人生なんだね。かわいそうにかっこ笑い、尊敬する人物で歴史上の人物を挙げる人の気が知れない。日本で日本差別してるのは、反日プロパガンダと会津プロパガンダです。世界統一奴隷政策だね。言いたくないけど、昔からどんな国でもそんなのは国の数ほどあるものさ。帝国主義ということはそういったことだだから。大韓帝国もそうだし、大日本帝国もそうだから。長州は密貿易で中国人、朝鮮人を雇って、かっこ、帰化、させてる。薩摩も密貿易だな、琉球経由。もうそろそろ日本人も、ウサギたちが渡った断根橋、像を世界中に建てるべきじゃねえ。ハゲの夜明けでよ、会津のテロの資料貼ろうか。W、例えば、剣道宗も剣道創設、シャープネーム、トライ人とも言われる。大英、かっこ、大英、3年、かっこ、1523、大内義興、かっこ、義興、派遣の剣明先生史として、福士月書、かっこ、月書、英城とともに明、かっこ、民、かっこ、中国の寧波、かっこ、民法に渡る。同時期に到着した細川航空派遣の剣明戦を明当局が優遇したため、細川戦の生死乱をか、かっこ、乱行、随多宿を殺害。町で放火や略奪を行った、かっこ、寧波の乱。事件後、官能貿易は大内氏が独占した。普通の国民に言わせると、どっちもどっちやで。優劣つけることがアホである。会津は民間にテロするからな。戦後日本って長州な日本を治める代わりに日本を売り飛ばしてるのが現状。白色テロ ?W、新選組なんて今で言えば、サットとか銃器対策部隊みたいなもんだぞ。反安倍、かっこ、長州の流れだろ。最近の工作はわかりやすすぎだろ。トンキンクソ新聞マジで、差別主義なんだよな。あいつら何様、北の核で焼かれてしまえ。明治維新大東亜現代日本のつながりについて考えるなら、大久保利通、吉田茂、麻生太郎という血統を主軸にすればいいのに。なんで他欲は、アベガー、しか言えないんだ ?W、自分が提示したソースぐらい読め、アホ。ジョージタウン大学の戦略国際問題研究所、かっこ、CSIS は、かっこ、中略。ウォルシュは地政学者カール・ハウスホーファーの弟子であり、その学問をアメリカに移植することを目的とした組織であった。で、君の話だとただの民間企業だろ。尻滅裂な主張しといて。お前論理的思考できるの？バカじゃねえの W、反日プロパガンダ&アイズプロパガンダと日本、どっちもどっちではないな。反日プロパガンダ。アイズプロパガンダは、工作活動だから、君の批判してる差別主義も思想の一形態なわけで、言論の自由に守られた立派な思想。差別主義を差別するのはやめたまえよ。おう、差別主義者、寂しい人生だな。他欲や朝鮮からすると安倍はかなり危険なんじゃん。囲碁将棋、自衛隊、どこにも就職できない。自衛隊に入ったら、囲碁将棋、わからん、そんな人々。自衛隊イコールどこにも就職できなかった人イコールかわいそうな人イコール、さてと、助けるか。性格の悪さが染み出てる顔してるんだろうな。水戸天皇の女子供まで殺すやり方。イスラム国やで。安倍の野望は、祖父や親父が果たせなかった朝鮮大学を下関に作ること。あの墓参りは、朝鮮への誓いでもあるんやで。世界遺産欲しさの強制労働認知。慰安婦妥協10億円。就任早々の竹島提訴取り下げ。韓国議員の竹島上陸にて見ぬふり。総理辞めたら、また日韓議員連盟のトップになるんじゃね。これすごく大事です。歴史学者が一人もいなくて左翼が多いのが特徴。天皇とか、まさに赤のやり方。クソ幕府ひどすぎるわ。水戸はもっと怒ってもいい。会津の星とかの歴史論者も単なる反社長の差別主義だった。
それで本書いても置けた。また同じように工作員の飯の種になるんだ。残念だよ。合図も思い出してね。壺と薬を売りまくって集めた金か。初代総理が暗殺。放火魔。二代総理が神さん殺し。人材の宝庫やで。この遺伝子レベルの知恵をくれ。ネトウヨが大嫌いな警察だって。初代警視総監なんてガチテロリストじゃん。ライトをまた省へ狙撃したりさ。合図も負けてないよ。神からすると、神が作った、金の概念。みんな、従っていて。嬉しい、ことではある。我はこそは、新一族なり。とこうやって戦うのである。旧ソ連や南北朝鮮には負けるから安心しろ W。差別主義批判は頭悪すぎ。差別主義が全ての悪のもと？じゃあ、どうして日本の若年層の自殺は先進国上位なの？もっと差別主義を取り締まるべき？その治療法は正しいわけ？問題なのはする。確かに君の言う通り、コントロールまでいかなくとも、どういう状況になっても、儲けられる様になっているというところはあるね。結局、私たちの世界は投資家の賭け事のゲームのようなところはある。投資家たちか、仮想の人間の心踏みにじりゲームを楽しんでいる限り、下の者は報われない。まあ、最近はその投資家も何かの流れに支配されているんじゃないかと思っているよ。だから、君がそれを嫌って主張することも貴重なことで、私も確かにそう思うからだよ。だが、その投資家も私たちも反発はし合っているだろうけど、深層心理の中では同じ意識、現状打破、みたいなのは確実にあって、それは多分聖書を読む限り、イエスも望んだことだと思うよ。部落と週刊誌と在日がソース、君も仲間なのかな？合図もやるよ。合図が郡山で放火や略奪をした資料です。2004郡山市税要覧市政施行80周年、合併40年記念号。明治維新は要するに、海外の金持ちが日本に傀儡政権作るために、貧乏な連中を利用したということ。それに気づいた龍馬は殺された。差別主義をもっと厳格に取り締まれば、日本の若年層の自殺数は、減少するのかな？考えてみた方が良い。勝海舟の子孫でないと後で否定しだろ。中間、小物の日、差別民。明治維新で下級武士となったが、もともと従者で武士ですらない。お前は何の主張に対して反論してるの？民間組織を否定してるの？何が言いたいの？大学ってことが言いたいの？ジョージタウン大学って私立大学なんだけど、ついでにこんな記事を教えてあげるよ。レイ、名門大が奴隷子孫の入学優遇へ、過去の人身売買認め謝罪。これがジョージタウン大学。どんなところかまだわからないの？定説にはなりえん。朝鮮人が嫌う日本人。豊臣秀吉、伊藤博文。朝鮮人が嫌う日本の歴史。明治維新からの日本近代化。維新の長州政権。今の貴家人首相の政権。どっちもちょんちが濃い政権。完全なカルト基地が泣き様。会津も海外から銃を買ってる。893なら当たり前。不女子売買？日本人 AV デビューは1年で2万だよ。現代をすっ飛ばした陰謀論者でお前ほどカスは見たことないね。思い込みですか？お得意の W。そういう人を応援することで、何らかの目的を達成しようとする連中がいるのかもね。使えるんだろうな。ザ・レイプ・オブ・南京の時みたいに。またまた妄想での書き込みですか？ W、鹿児島藩自体には幕府への恨みはなかっただろう。何回もの婚姻関係で徳川家との結びつきを深めようとしたくらいだ。最初の出兵計画も逃亡じゃなくて、実力をもっての改革が目的。尊王攘夷のイカれた思想に染まった家臣がいなきゃ逃亡にはならなかったはず。早い話が鹿児島藩島津家は審判になりたかっただけ。子供たちが自殺してしまう原因は、差別主義によるものなのか？差別を厳格に取り締まれば、自殺者は減るのか？よく考えた方がいいよね。思考停止はダメだわ。日韓併合に反対だった伊藤博文の暗殺を喜び、その伊藤博文を殺したテロリストが最大の英雄。なんでこの知能で人間を名乗ってるんでしょうね。不審ですね。レイプオブ南京も反日プロパガンダだしね。戦中の日本は悪だとしたい。今度はターゲットが明治維新なわけさ。なんで英国公使館焼き打ち事件起こした奴がすぐ英国に留学するんだよ。陰謀論で埋め尽くされだした。明治維新の問題点を指摘をするのは気違い、という空気を作るために決まってるじゃん。陰謀論って、ほとんどがそれ目的じゃね？半分は、真実の大問題を入れて、半分気違い陰謀論にして、真実の大問題を語ることをタブーの世の中にする。世間は左翼的視点で維新のおかしな点を指摘しているわけじゃない。保守的な視点で、維新の問題点を指摘しているわけ。左翼はどちらかというと、グローバル賛成目線だから同類の側面が大きい。内毛羽みたいなものでしょ。だから世間からはプロレスに見えるようになる。レスの4分の1近くがお前のレス。AV と人身売買を同一視する気違いはお前だと思うんだが、まあ同一だとして、なぜ日本でそんなに体売る女が大量発生してるのか、少しは考えたら？アンカー先とかみ合ってませんが、あと時系列とか頭にないんですか？ W、だから理解できないんすよ W。ソースが朝鮮メディアの時点で、戦場で軍同士の戦闘で殺傷することをテロとは言わないけど、どう大丈夫ですか？伊藤はテロリストだし、安氏は天皇主義者。薩摩の仲間割れだろ。合図とかどうでもいい。安倍側の本音炸裂症。反日プロパガンダですよね W。原田伊織が広告代理店の左翼ですし W。合図は反明治維新の駒として使えなくなったからね W。永続敗戦論という本の影響なんかね。知ってるお前アホだし基地だからね。薩摩も合図もテロリストですよ W。山口、福岡に純度 100% の日本人なんて半分もいないだろ。幕末の長州もしかり。でないと、御所に発砲とか思いつかないし。
まして行動できない。まさに気違い集団。プライド高くてすぐおごり。偏屈な理想を掲げる長州気質を安倍はよく受け継いでいる。俺は眠い。そろそろ眠い。安倍晋三、あんだけバカではないか、いくら欲しいのだろう。面白いではないか。徳川家康ではない。左翼連呼の自称保守な、グローバル化を擁護したり、外資擁護したり、挙句の果てには、イエズス会擁護したり。面白いし、かなり変だと思いませんか？これが今の保守政治が、腑に落ちない理由なんだと思う。こういった現象が、グローバル化を嫌う世間が、明治維新に素朴な疑問を感じる現象へと、繋がってるんだろうね。散々言ってるけど、歴史を学ぶ意味は未来に同じ過ちを繰り返さないことだ。会津の人たちは恨みもあるんだろうけど、現代の人間には悪いが関係ない。問題の本質は、売国奴が外人から武器と資金を受け取って日本でクーデターを起こし、以降日本でひどい売国政治が行われ日本人が不幸のどん底に叩き落ちされたということだ。誰が糸を引いていたのか、その手法は何なのか、それを学ばなければ同じことが繰り返される。あんだけバカではないか、金がいくら欲しいのだろう。森永にもらうために結婚。森永にもらえなかったのか。バカみたいな陰謀論に答えてくれるまともな人だよ。ただの民間組織つったり、軍産複合体と言ったり、忙しいやつだな W。ハーバード大だって人脈とバランス中心に、各国から、官費、留学生含めて入れてるぞ。で、米の軍産複合体に関しては問題になってるのは主に中東やイスラエル関係で、日本に関して、なんか変なこと言ってるのは日本の野党議員くらいじゃね？レポートに関しては、シンクタンクの要人が米政府との関係が強く、日米安全保障問題で合理的であり、それ以上のオプションがなければ重視してもおかしくないしな。君の言うことはラベリングだけで見がないぞ。だから否定ばっかして学ぼうとする。発言をしなかったお前が今更カッコつくんな W。その水戸藩こそ、藩内の内輪もめで、自分とこの藩の人間を最も殺しまくってるんだよね W。テロリストの末裔が共謀罪を作るという。おかしな国なら倒してもいいと米国みたいにしろよ。共謀罪気にしてる時点でお前多欲じゃん。会津観光しなく。はい、またもやアンチ徴収な。多欲だと証明されました。日本海には右翼と言いながらクリスチャンサイエンスという米国カルトが入ってる。会津観光しなく改め会津プロパガンダだよ。プロパガンダはしなくじゃないからね。明治に入ってから、突然、文豪、すべて、西洋の。パクリではある。パクリ明治維新。パクリ、ただ、訳しただけカトリックの自殺小説。お前病院行けよ。安倍のストーカーじゃないかよ。会津はどうでもいいとかアメリカだのって安倍はお前と友達か？通報しとくわ。私立大学も民間組織。その研究所も民間組織。君は何を言ってるんだ？その民間組織が軍産複合体の巣窟になってるって話をしてるんだが、日本政府がアメリカ政府と話をするなら理解もできる。だが、何度も言うがこれは民間組織だ。武器屋も金貸しも入ってる。アメリカでこれが問題になるような組織だ。それと関係を持つことが日本にとってどれだけ危険なのか。ちっとは頭があるなら考えたら？いや、テロリストの末裔を排除するのに使うなら万々歳だよ。明治維新だと近代化全否定だしね。軍艦島の世界遺産でも同じベクトルで工作が行われた。世界遺産はその拠点だったという話にすり替え割ってしまったのです。かっこクレゼンバナ、真面目に対応を考えるべきだわな。公安強化くらいでも。2017、現代日本、明治維新。不倫、みんな自殺ではある。歴史家気取りが湧いててわろた。もう他へ立てろ。社長がやりたい放題したみたいに言っておるな。社長がやりたい放題したなら、両県とも、立派な町のレベルになっていると思うが、実際は、江戸時代の頃と変わらない W。江戸審査を教科書に載せるための運動じゃないの。あれ社長に滅ぼされた設定だし。こいつ本気の精神病だろ。会津はどうでもよいと言ったり、アメリカ陰謀論しか言わずに女がどうのって、大混乱の火種は水戸から来てるじゃん。水戸陽明学とか、幕府否定の当時の反政府組織そのものだと思わない？社民の辻元や共産党みたいなものでしょ。昔も今もそういう人たちが、養殖でどこにでもいるんだよ。歴史を政治工作の道具としか考えてない人とは、学問的な歴史の話をしても永久に噛み合わないんだよね。要は慰安婦問題と一緒だよ。社長は北海道を開拓したりとか良いこともやってるだろ。否定されるべきことがあることを歴史から学べと言ってるんだが、何を言ってるんだ君は。日本の首相について文句言うとストーカーとか脳みそ腐ってないか。民間組織と関わりを持つなってのがアホで、考えなしの意見だよ。君のバカさ加減がよくわかるレスだな。星は新刊本出したから、もう会津利用から韓国利用までしちゃった。小倉と山口比べてみ、左翼って単語を使う人たち、神社本庁の総区かな。熱心な神道の思想を感じる。神主などもいるだろね。マジで安倍のせいだと思う。それは、金を出してもらうための建前。昔のことを調べると面白いから調べている。科学者連中が人類のためにとか言って、単に名分つけて予算ゲットしているのと一緒よ。基本的に面白いからやっている。そもそもお前が明治維新の問題点を理解できてないアホだからだ。何回でも言ってやるよ。国内で権力闘争の戦争が起きることは歴史上何度もあったが、明治クーデターの問題は売国奴が外国勢力から武器と資金の援助を受けて、現政権を転覆させたことだ。なんか、ここで必死の脳一列の人も、一昨日ぐらいまではまだまともっぽかったけど、昨日から多欲とか使ってはめくだけで、空虚なレス数だけ異様に増えてる。単なる安倍支持のネトウヨって分かったから無視してるわ。慰安婦コピペの白馬鹿とかと同じ連中だろ。こいつが一応のアルジロンでコピペな補助ってな。毎度のパターンと考えると典型的な書き込み工作員なのかもれない。
まあ可能性の話だけど。鳥羽伏見の戦いも茶番。薩長はイギリスロスチャイルド商工会から射程距離の長い武器を調達。幕府側はフランスロスチャイルド商工会から使い物のならない武器を調達。幕府側が天皇の禁忌にて逃走とかいうのも嘘。後で茶番戦争の嘘を信じ込ませるように、嘘の文献、筆絵画などを制作。慶喜の子孫なんても裏でこっそりロスチャイルドから利権をもらって、石油やったり神社や寺に隠れたり似ている。靖国神社の道徳を語るヤクザなんてもそうでしょ。時代背景とかマジで知らなんだな。当時はロンドンを参考に、一極集中の街づくりだぞ W。選ばれたのは江戸だ W。要するに、安倍晋三。バカ。天皇、バカ。だが、こいつらを、税金で支配している。という米国文明。金の力ではある。そこに、気付け。立花隆みたいに田中、小沢を叩く清和会の子分みたいなのが元水戸藩士。今度は勝ち馬やで。だから話繋がってないだろ安倍イコール明治維新のソースはどこ？他も安倍に繋がるソースが皆無だよ。しかも会津はどうでもいいとか差別主義？関わりを持つなではなく、異常な関係を持っていて、日本の政治が影響を受けてることが問題なんだけど、何を奇弁かましてんの？神社も田臥朝鮮人の私物。だから税金いらない。基地外か革新犯の愚劣なレスに真面目に対応してだ。疲れるだろ。同情するくらいだね。日本は戦争に負けたのに1986年まで日露戦争の支払いしてる。アホか。大都会と比べたら変わらんよ。自称田舎と吹聴している京都様とは、段違いですな。自分がそうであるからといって、他人にそれを投影するな。俺は誰とも協力なんかしてない。もう何度も答え出てるじゃんか。何を11スレも使って不毛な争いしてるの。原点が明治維新と帝国憲法にあるからね。現行憲法だって帝国憲法の改正というスタイルだよね。安倍は支持してませんが W。本当妄想とか思いつきでだけで書くよな。お前らの特徴だわ W。東洋と西洋に科学技術の差がつきすぎた。欧州で鉄道線路の上を走る電気機関車が発明されたのが1830年代。欧州で一次電池を搭載した世界初の電気自動車が発明されたのも1830年代。欧州で実用的な写真用カメラが発明されたのも1830年代。日本が幕末の時にはイギリスは地下鉄まで完成させてる。日本の1830年代は江戸時代後期の天保の飢饉1833年、天保4年から1839年、天保10年で、関東、東北地方で大風雨、洪水、冷害、疫病などで死者20から30万人、被災者は70万人を超えた。東洋だけなら、科学技術が遅れていてもいいが、江戸後期のように欧米列強、学平等条約、安政5カ国条約、押し付けケテルクルのを幕府は受け入れるしかないのが情けない。異常でもないだろ。それこそ、米政府と関係して、米政府の政策や主張を採用すりゃ、それこそ主権だの追従だのってな話になるしな。君は頭がないな。バカすぎ。印象操作だよ W。欧米があちこちの有色人種の国で仕掛けて、世界中で起きていたことなんだよな。維新肯定者が、それすら否定して、とうとうイエズス会を肯定し始めたり、奴隷売買すら否定し始めた時点で、異常だし、おかしいとよくわかるよな。天皇をバカとかいう時点で日本人ではないよな W。銃は893も買うよな日本に売ってないから。基本的に外国の武器は良質だから。会津も買ったよ。武器売ったら維新に参加したことになったら日本人は朝鮮戦争に加わったってなるよ。現行憲法より明治憲法の方が良いと思うな。戦後は山口人脈プラス満州阿片人脈。谷垣も野田も親族が満州やで。民間組織が出したレポートを追随する形で日本の政治が実行されていることが異常でないとか、君は正気なの？日本の民主主義が壊れかけてんだけどわかってるの？外国の民間組織だぞ。は？在日と部落のでっち上げ信じてるお前が、茶番だろ。荒らされた会津の市民はほんといい迷惑だったわけだな。会津のバカ殿たちのせいで、それが嫌なの？ W、なんでこんな地味そうなネタが伸びてんだよ。愛国とか言ってるけど孔明天皇と大正天皇はやってる。右翼なら天皇を殺さない。もはや安倍も悪くなくなったようなレスだな賞。米の極東戦略と安全保障体制を強固にするために、米の有力シンクタンクの分析を重視してるってな状況を、奇弁と口先で印象操作を行い、論点をすり替えてるのが君だろ W。だから歴史を学べと散々言ってるんだが、世界中で内戦を起こすために当該国の二勢力双方に武器を売るってことがやられてるんだけど、なんで日本だけ違うと思ったの？薩摩が警察官寮、長州が政治家みたいな、名残はあるような気もするけど、両県ともに発展してなさすぎ W。優秀な人は東京で頑張れみたいな風土なんかね。そういや安倍は先の国会で、我が長州はかつて、天皇家に発砲という事態を犯しましたな。って、何気なく真顔で言ってたよな。あれ見て、こいつはやばいな。やっぱエセ保守だなって確信した。少なくとも国会で真顔で話すことでない。もちろん笑って話すことでもない。勝てば官運。歴史なんて書き換えれます W。まあそうなるね。だから一気起こしたんだろうし。西郷が天皇を殺したのって全然議論されないよね。ストーカーだろあれも安倍だろ？これも安倍だろ？って、なぜ日本でそんなに体売る女が大量発生してるのか少しは考えたら？でお前の意見は何？勝って官運になったのではありませんよ W。本当、背景無視だよね。君ら W。はっきり言えば、安倍も末端の人間に過ぎないので、例えば安倍が誰かの教団に倒れようが、次から次に同じような売国度が現れるので、安倍がなんて言っても無意味なんだよ。だからこいつら全体が組織的にどんな手を使ってやってくるのか、それを学ばないと抵抗しようがない。
そりゃ昔から密航留学するぐらいの土地柄ですから、なりすまし愛国保守をつ。皇室に弓引いたわけじゃないからな、ハマグリモンの変は。200レス以上してるバカないるけどこれが非病ってやつですか。日本が不景気にされて、女が働くように洗脳されて、結婚もせずにフラフラして貧乏だから、簡単だろ、このようにデマを書くから、砂漠派を装う人間は信用されない。何そんなに発狂してんだよ。他人を責めてばかりでストーカー怖いよ。選挙に出て政治家にでもなれば勝って官軍ではないぞ。テロって偽物の禁忌を作って官軍のふりしたら、吉信はじめ周りが騙されたんだぞ。幕府でもなかった信州が負けて外国が駐留状態。皇居に向かって腹切ればか。そういうのはアホ参議院に言ってやってくれ。お金払いって言ってるので密航ではありませんよ。仲間だなんて書いてないだろ。どう大丈夫か。誰がこれは根拠がない。武器購入はどちらも自前資金だったし、英国とは限らない。山口は発展してないとかいうな牛場所が中国製品の服売って大金持ちやんけ。ほんとこれ。シオン賢者の議定書見ろって。あいつらの手口じゃん。マスコミや教育を使って、愚民化政策してるからアホは永遠わからない。酒もポルノもスポーツも映画もアニメも全部愚民化するための手段を過ぎない。偽物の錦の旗ではないよ W。自作自演 W。明治からなら戦争も入るんだぞ。慰安婦無視なのか、明らかな間違いを主張している点で、あなたは歴史を知らないのではないか。地域の話が個人の話にスライドやんけ W。キーボード叩くの個人的に苦じゃないから、君には発狂してるように見えるんだろうけど、割と楽に書き込んでるから心配しなくていいよ W。この国のなんちゃって民主主義って世界では、類を見ない300万円の供託金が必要なの知ってる？仕事辞めて300万の供託金が必要なのがこの国の普通選挙制度なんだ。で、君は選挙出れる環境にある？子供いたって売春するは童貞。どこの人か知らんが謙遜するなよ W。君らにとって謙遜は美徳じゃないんだろ。年金機構が買い上げてるって有名だろ。森永の安倍政権になってからの株価推移とか W。売った話はしないのかしょう。これもデマだし。朝廷から許可をもらってから掲げている。つまり正規だな。だから愛国詐欺師と一緒にすんなつってんだよ W。もう一度言うよ。愛国詐欺師。クリミア併合についてはむしろキエフ革命。実質はウクライナ右翼が関与したクーデターにより、長年のウクライナ議会の民族バランスが崩壊したことにより、東部及びクリミアに大変多いロシア人がキエフ政権から逮捕、弾圧や襲撃を受ける異常事態の中、クリミア市で多数を占めるロシア系政党との連携のもと軍事介入したもので、他の侵攻とはかなり正確な違い、侵略とも言い切れない、とば不死身の戦いが、マスコミや教育を使って、愚民化政策してるから、アホは永遠わからない。酒もポルノもスポーツも、映画もアニメも全部愚民化するための、手段を過ぎない。W、もう歴史云々じゃなくて、自分が知ってることを絡めて言いたいだけ W、愛国詐欺は合図プロパガンダでしょ。合図はどうでもいい。安倍は末端の人間。このままだと、外車乗っただけで売国度。アメリカ産牛にくくっただけで売国度とか言われかねんな W。マイノリティによる間接支配は白人の統治ノウハウ。イギリスはイラクで少数派だったスンニ派のハーシム家を担ぎ出し、支配権を確立。1932年にイラク王国として独立させた。目をつけたのは地下に眠る油田の権益だった。フランスはシリアで、差別的な扱いを受けていたアラウィー派、シーア派系を取り込み、多数派であるスンニ派を支配した。宗派対立を巧みに利用する植民地統治はアラウィー派を継承するアサド政権下で、起こる凄惨な内戦の原因にもなった。半藤和俊の話は、明治維新と経済に関してはデタラメだから。なので、まともだった大正軍国主義への言及すら眉唾物にされかかっている。彼らは集団的自衛権、日韓トンネルで大田カレー復活を目指している。米の極東戦略を理解し、安全保障体制を強化するために、米の政府との関係性の強いシンクタンクの利用をやめて、直接米政府と交渉しろと言ってるアホか確信犯だわな。言ってることもおおむね市で問題点すら、自分のレスの把握してない、みたいだし。愚民化政策は今も続いてるよう医療もそう。治らない薬を永遠投与して治療って言いながら永遠奴隷たちから金を巻き上げる。今度は何をするか？医療費負担がすごいから保険あげますって言い出すから、でもジャンキーだから永遠薬に頼り続けるっていうね。日教祖は左。だからお前が今更カッコつけんな。俺に指摘されるまで否定ばっかしてくせに、小選挙区制の弊害やな。どんどん山口人脈がなくなっていく図が逆回転。満州は、政治も経済も岸一族の支配下にあった。岸一族の野望だった満州のため日本は開戦し敗戦した。今また、日本は同じ国家私物化の道を歩もうとしている。特に鮎川義介、岸信介、松岡洋介の3人は満州三角同盟とも呼ばれ東条内閣を統括するなど、最終的には力があった。3人とも山口県周防地方の生まれ、育ちであり、鮎川義介、岸信介、松岡洋介の間には姻戚関係もある。松岡の妹の夫は、岸の母方の叔父である。岸の実弟である佐藤栄作は、おじ夫妻の長女で松岡の姪の弘子と結婚して婿養子となっている。後のことになるが、岸の長男の妻は、日産の鮎川のいとこの娘である。東条は満州三角同盟が、使った表向き用の駒でしかなかった。江戸時代にそんな法律はないけど、国民の利益という観点においても、武器で現政府を倒すという行為は国民の利益に反するよね。内戦が起きて混乱するんだから。さて、アメリカ産の牛肉食ったり外車乗ると国内が混乱して人が死んだりするの？いい加減機弁やめたら？
実に信じがたいな。日本の明治以降の支配層は、賢秀女直満州族系朝鮮人の帰化人なんだよ。彼らは豊臣秀吉の朝鮮出兵で捕虜になり、日本に来た。彼らはモンゴルと女直の混血した朝鮮人だ。だから背は高い。高麗はモンゴルの属国で代々、王子はモンゴル宮廷に人質に出され、成人しても王妃はモンゴルから来ている。李氏朝鮮は、モンゴル名をも女直系の李氏メルカツラが建国。李氏メルカツラの父春は、高麗を東北方面から抑えるモンゴル勢力の拠点であった長沖の僧正すべ官府に仕え、先導、仙人隊長、だった。つまり、高麗以降の朝鮮人は基本的には、モンゴルと女直系。そして、女直は17世紀に満州と改称した。で、こいつら一部は、豊臣秀吉の朝鮮出兵で捕虜になり、日本に来た。その一部は薩摩長州で帰化し下級武士になって、子孫がイギリスの手先になり明治維新を起こした。そして、維新後には、こっちの半島を併合しすらに満州まで自分らの領土だと思って満州まで領土拡大した。これが大日本帝国。清になっても八旗に入らなかった辺境に残ったエベン貴族が今もロシアやモンゴルにいるエベン貴族。モンゴル進化になったのは賢秀女直満州族でつまり李氏朝鮮。これが事実だ。安倍やら電通やら長州罰引いては満州罰の使い魔のネトウヨが、朝鮮人エベン貴説を執拗に唱えるのは真実を日本人からごまかすため。あなたが嘘を書き込んだ点については、どう弁明するのだ。鏡を見て言えよ、詐欺師君 W。いやみんな選挙に出て政治家になるんだよ。どう大丈夫？どちらかというと恵まれない土地が被害者ビジネスをして、その中で話の古代化や捏造が起きている。会津はその中でも悪い例だね。アンチ長州。反日プロパガンダ。会津プロパガンダ。すごいでしょ？ W。思い込み、思いつきだけで印象操作やルンパ欲どもだよ W。しまいには知ってることを関係ない話に絡めて、書き込み視点だから、レまで逃げてはいけない。これもすべて、歴史、じゃん。ただの民間シンクタンクならまだしも、アメリカでも問題になってる分散複合体の、巣窟だって言ってるんだが、なぜそこを抜いて奇弁かますの？まあ社長からすると朝鮮中国が気になってしょうがない地理。もともと中国が弱くなったから江戸に移動できたんだけど、長州テロリストによるクーデターを明治維新と呼ぶのはやめるべきではないか。ほんとそうだな翔、公共事業が一番少ないとかデータでわかるんだが、朝鮮半島もそうだよね。まあ会津プロパガンダと反日プロパガンダは、構図が同じだよ。WGIP、被害者商売、都合のいい歴史発信、ごまかしてばかりだな。ずるいね。具体的に何のことを言ってるの？マスゴミと内通してるやつだけなれるんだけどね。君の家にもあるでしょ。洗脳装置。山奥開拓してどうすんの？あんな山の中に金を積み込む方がおかしい。お前の洗脳装置は陰謀論。反日プロパガンダ。会津プロパガンダで OK？ 貸し整備もないんだよ。ポルノ解禁や教育への浸透は工作機関では基本なんだけどね。えしょ。イギリスユダヤ限定と連呼したのがあなただ。実際はアメリカ、フランスにプロイセン、イタリアに新国籍まで武器承認は記録されている。あなたの主張は一部を抜き出しただけで、客観性がない。それでも明治政府は開拓したんだよな。あんな山奥を。お前ら、妄想がひどすぎるぞ W。日本は米の極東戦略を理解し、安全保障体制を強化するために、米の政府との関係性の強いシンクタンクを活用してるわけだが、それをやめて直接米政府と交渉しろと言ってるアホがそいつだわな。民間企業で分散複合体だから、手のが理由っぽいな。米政府なら、分散複合体と関係ないってなことにもならないから、尻滅裂だし、さらに米追従って話になるから確信犯的な、工作員だろうな。なりすまし愛国までやり始めたし、俺の信じるものは論理だけだ。君の家にはテレビがあるだろ？だから簡単に洗脳されてんだよ。で、それと鳥羽伏見がどう絡むのかってことなんだよ。わからない？ならお前は頼朝やら高氏やら家康あたりに。お前らは国民の利益に反している。って説教してこいよ W。まあ後回しだな。下流から進めていくんだろ。自問自答。あなたは自分自身の不合理に反省しないと。あなたが根拠を示さないわけだな。俺が何に洗脳されるのか教えてよ。論理を信じてるのに陰謀論。反日プロパガンダ。会津プロパガンダで聴衆叩き。受ける。安倍が政権を取ると映画や単画で聴衆話。戦争はビジネスなんだからな。そりゃやめられないよな。明治維新の売国奴どもが英雄扱いされるのもマスコミ総動員のプロパガンダ。長州藩朝鮮説のコピペ何万回見たかな。田臥朝鮮人が必死に否定工作 W。どのマスコミが明治維新でプロパガンダしてんの？このスレッドは1000を超えました。もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。11、今日いっぱいはスレスピード早いかね。まあ合図切りはないからゆっくり行きますか。現実世界で安倍政権にまるで歯が立たない左翼の皆さんが、安倍総理の執事の聴衆をこき下ろし留飲を下げる。涙ぐましい現実逃避。印象操作に必死だな。愚民ばかり。本質を見ようとしない。自民、民進も日本のことなんてどうでもいい。愚民たちからいかに金を巻き上げるってことしか考えてないんだよね。むしろバラした方が良いよ。粘着ストーカーは精神病にしか見えない。略奪やら強姦とかそらあるやろ。ましてこの手の本は歴史研究ものどもの金儲けでしかない。だから早く発言の根拠となる資料文献出せよ W。お得意の言いっぱなしか？おい W、日本 VS 反日、根本的に、石炭、製鉄、機械、工学、数学のレベルで、一部例外を除き、現代人と縄文人ぐらいの差があった。蒸気機関も、実は石炭運送で実用化されており、
他の産業の発展から必然的に生まれたもので、しかも研究自体30年以上かかって、たくさんの工学者が試行錯誤。一方、日本には産業もなければ科学もない土人生活で、要するに白人に開国か売国するしか長期的な生き残りは無理。しかし、それなりに日本の自立のある開国を模索した幕府と、イギリスから最新兵器をもらってヒャッハーした薩長ではどちらがマシだったか。私イギリスやユダヤの言いなりで莫大な軍事費をかけ成長。ロシアとの大陸戦争に暴走した明治政府こそ売国奴だと思う。ちなみに戦費は欧米からとんでもない額の借金でした。一部だけ恩が使える店があるのと、維新がどう関係してんだよ。W、長文コピペで渦まるね。読みづらい長文コピペ。縮めたら10行くらいの章。弱腰で標準外交で不平等条約の幕府がどうしたって薩長のヒャッハー。それお前の言い方次第じゃん。きたきた壊れかけのラジオ勲章。安倍批判のパヨチンがまた暴れているの ?W。もう勝ち目ないからな W。負けっぱなしだよな W。朝鮮とのミサイル云々もくだらない茶番だよな。武器売りつけようって魂胆だし。安倍のゲリゾーも生き生きしてるけど、操り人形を打つって感じだよね。それは全スレで読んだよ。早く他の出せよ工作員くん。薩摩と長州は帰化人になんだろ大久保取りしか出てないぞ早くしろボケ W。世界中で明治維新が奇跡扱いされている意味を考えろよ。まだうよさよやってんのか。山口と鹿児島県人発狂しすんだろ。脳内解決してるお前が愚民とかよく書けるな W。山口が鹿児島だ発狂してんのお前だろ W。また来た明治維新関係ない長文コピペ少々。今の日本政府ができたのは1868年じゃん。明治期は明治政府と言われていただけで。そもそも薩長士官なるものが存在しない。歴史は勝者を中心に書かれているだけ。純粋な日本の政権は徳川で終わった。その後はただの傀儡政権。新選組、今再び、在日が現在日本で権力持ってるのは、戦後に GHQ からいろんな優遇されたおかげでしょ。薩長云々は、関係ないよね。普通コピペバリしかできない方を発表しているとみなしそうだけど、あなたの頭の中がシレルレスだね。北方領土を取られたプーチンに、山口県民が必死に日の丸を振ってた。そういや安順婚の時も、他に犯人いたんだろ?この国の歴史って本当に真っ黒だよな。お粗末な歴史は一体誰が考えたんだ?まして愚民たちはそれに対して誰も疑問に思わないっていう。東大卒や学歴エリートを持ち上げて学校の歴史が正しいってプロパガンダしてるんだよな。資料文献に基づかない脳内解決で徴収が、と、近代史の否定に躍起になるのは在日かブラックぐらいだろ。鬼塚なんか家業が竹大工とかもろじゃねえか。ブラック民もそのもう嫌ったりはしないが、反日プロパガンダやってるブラック民は嫌われて当たり前だよな。しかも在日の出版社から陰謀論の本出してるし。こいつらの工作に騙されないようにしないとね。原田も参考文献が資料じゃないことを無論で指摘されて、明らかにごまかしてるレスしてるしな。全スレの、それな、もう15年以上前から、俺は西 EH で、日本の供託金は高すぎるって主張してるんだな。自民党支持層のネトウヨが、300万円程度用意できない人物は政治に向いていない、とか反論してきて、話にならんのよね。事実上の制限選挙制度だと思うよ。当然、根本的に、出始まり、私イギリス、という造語で終わる謎 W。誰がそんなプロパガンダしてんだよ。またお得意の思い込みか ?W、火消し野郎少々、薩摩が、長州が、安倍が、うまくいかないことやお悩みがあるときは、何も考えずに責任をなすりつける対象があって楽そうだな。で、それが何 ?W、お前の個人的な観点から振るなとでも。ゲリゾー、久々見た少、完全なる愚民化政策に侵されちまってる少々、お前を指摘すると火消しなのかつまり火をつけてる自覚、すなわち印象操作やってる自覚が、お前にはあるんだな W。ありがとう、自白してくれて、供託金は資産を持ってるかどうかではないからな。政党から出してもらえるし無所属でも支援者から出してもらえる、信用があるかの問題だよ。どちらに正義があったかなんて歴史観こそが古いのかと、正義なんて観念を持ち込んだ瞬間、歴史観ではなく政治観になってしまうから、砂漠側の資料、旧幕府とか師団階層記録とかは読んでいて面白いけどね。身分の低かった人の階層ほど面白い不審 W。よその大統領が来たら旗振るのが愚民なのかじゃ、具体的に俺がどう愚民化されてるのか、教えてくれよ。江戸を火の海にしようとした西郷隆盛の銅像がなぜ立っているのか江戸を大発展させた徳川家康の銅像を東京駅の目の前に建てろよ。俺は1円も出さないけど。少なくもと陰謀論、会津プロパガンダ、反日プロパガンダに正義はないな。ペリーが軍艦8隻で来航して100発以上の空砲を撃って、江戸の幕臣たちを震え上がらせ不平等条約結ばせ、その後もイギリス、フランス、ロシアとも幕府は不平等条約を結んだな。黒船の搭載している大砲の射程距離が3000メートル。幕府が沿岸に設置した大砲の射程距離が800メートル。黒船は幕府の大砲が届かない距離から木造建築だらけの江戸の町だけでなく、江戸城も砲撃できたかもな。当時の人たちの中にも幕府が欧米列強の前では無力で頼りなく、帰るしかないと思った人たちがいたんだよ。歴史は勝者のもの。例えば衆議院選挙の場合、立候補するだけで300万円の供託金を徴収され、得票数が少ないと返金されずに没収されてしまう。日本共産党は2012年に再び全選挙区擁立の方針に再転換した結果、供託金の没収額だけで7億6200万円に達したという、松平容保が無能なおかげで倒幕され会津藩士は犬死にした。日本では負けた方が強い面があるからな。会津プロパガンダも80年代には史実だったろ。
マスゴミがブームという時は、流行らせたい、というプロパガンダなんだよな。ちゃんと、宣伝です、とっけるべきだろう。多分、気に入らない国の国旗踏みつけたり、天皇や総理の人形作って燃やしてみたりするのが、意識の高い高尚な国民性なんでしょう。ソース記事を見ろ。記事の結論はこれだぞ。そしてもう一つ、近年の歴史修正春的な動きも背景にあるのではと思う。明治維新から太平洋戦争の敗戦まで日本人の意識と思想を形成していたのは、薩摩と長州を中心として作られた絶対的な天皇主義、軍国主義、愛国心であった。それが、身の丈を超えた侵略主義、帝国主義へと繋がっていく。そして、そのバックボーンとなったのが、薩長史観、なのである。それはやがて日本を壊滅的な敗北に導いた。その反省から日本は徹底した民主主義と平和主義に徹するようになったのである。だが近年になって、教育直後の見直し論に見られるように歴史修正主義が台頭し、またぞろ薩長が唱えていた国家観が息を吹き返しているようである。いずれこう改めて書きたいが、歴史修正主義的な傾向の強い安倍晋三首相は、長州出身であり、その言動には薩長史観が深く反映されている。そんな風潮に対して、そもそも薩長が言った明治維新とは一体何であったのか、という根源的な疑問が提示されるようになってきた面があるのではないか。そこを解明しない限り、日本の近現代史を正確に認識することはできない、という考えが反薩長、本ブームの背景にあるように思えてならないのだ。今、明治維新の歴史の事実と向き合うことは、薩長史観の呪縛を解き放つことに、つながり、自由で活気ある平和な民主国家を追求する一歩となるのである。田んぼ森反安倍の左翼記事を、反明治維新にすり替えて主張しているだけだ W。この記事に釣られている奴はバカだ。あれは江戸っ子の招致。ちなみに西郷像を明治新政府は嫌がり、将棋大討伐なら大村益次郎だろう、と靖国神社にほとんど同時期に建てた。会津の失策は確かに片森からだよな。西郷や新保は先見の目があった偉人だわ。そういや片森は兵士を置き去りにして逃げてるよな。陰謀論。反日プロパガンダ。会津プロパガンダからするとそうなるかW。山口県民は卑しいな、と思っただけだよ。会津はスペンサー銃だったんだよ。明治維新は本当に国の未来を思う志士たちが起こした素晴らしい革命だって思うの？んでゲリゾーがいる自由民主党は日本のために尽力して素晴らしいと思うわけ？スルーするのは良くないんだよな。知らない人が見ると信じるから。大東亜戦争だってよくわからないけど、日本が悪いんだろ？ってやつたくさんいるし。アンカー先と噛み合ってないレス好きだな W。早く俺が愚民化されてる説明しろよボケな W。明治維新から明治天皇が出てきたことを疑えないなんて国民がバカなのか。戊辰がイベント化したのが戦後だったよ確か。まあ東洋経済だからな。明治天皇が即位して明治維新になったとても、思ってるのか？時系列考えろって W。開国は当然としてもそもそも上位テロリズムであった長州がほんの数年で事実上開国陣営のトップになったのは筋が通らない話である。しかし政治は複雑回帰だから別に攻めるわけではない。しかし上位テロリズムで国内を大混乱させながら密かに英国と連携して長州中心の新政権を狙ったとしたらこれは詐欺である。既存政党の思想に合致しないと選挙に出られないって、民主主義じゃないだろ。言ってることの異常性に気づかないの？知ってたしょ。しかしカルトは端から見たら楽しいからねしょ。というか、江戸時代に算術と金融と先物取引が発展してて、イギリスは平均寿命40歳割り込んでる中、日本の庶民はパンフレット持って伊勢や日光に旅行に行ってた。イギリスで庶民のガキが学校行けずに殴られながら石炭拾いしてる時に、日本では庶民のガキは寺子屋で読み書き算数を習ったりしてた。食料生産も日田開発でだいぶ改善されてたしね。一人を NG にすると有意義な素晴らしいスレだってことに気づいた少々。なぜ天皇が将軍様なら神様みたいになったのかだよな。明治から宗教一致の全体主義国家になったのではないのか？成果が実ったのは80年代だと思うわ。ダメになったのが2011年かな。会津の売国を東大の箱石さんだが発表してから、誰も薩長が正義で幕府が悪なんて思ってないのに。当時の日本人が私利私欲よりも公のために尽くしたからこその明治維新の成功があったんだろが。現在の日本人のメンタルなら、幕府側は利権を守るために徹底抗戦を挑んだだろうし、薩長側も徳川に成り代わっただけの武家社会を継続させていただろうしな。京都でも江戸でも放火殺人が横行してた原因は何だよ。答えに困って逃げたかボケが W。英国連行しても、明治維新に関してはイギリスは中立を堅持し、片方に加担はしていない。歴史は勝者だけのものではないということだな。敗者として歴史に参加した者から見れば別の正義や真実も見えてくる。おい、長州は初めから開国だぞ。背景知らずに詐欺とかバカかお前 W。まあそんな内側だけの話じゃないよ。借金まみれの田舎侍が外国の力使って極左暴力革命しただけよ。陰謀論、反日プロパガンダ、会津プロパガンダから、何の正義や真実が見えたのらか上書きにしてみろ W。日本の明治維新、1868、ドイツ統一、1871、イタリアのリソルジメント、1861。大体時期が同じ。しかもこの三国は第二次世界大戦で枢軸国。なんで天皇が将軍みたいになるんだよ W。バカなのか？あ、バカか。ちょんこぴぺだからそもそも日本人じゃないな。これも根拠がない。イギリスは中立だったし、フランスはロッシュ公鉄からは旧幕府歩兵の顧問団にない関わらなかった。日本は天皇の国だから南朝の血筋である大室虎之助を担いだ。長州が正義なんだよ。どこの火事だよお前は W。会津藩もフランスから軍事顧問呼んだ。
下関でボコボコに殴り倒されて、開国に傾いたんだよね W。終わりファンの選択なターニングポイント。名古屋城は関西を睨む最強の軍事要塞だった。家康は真っ先に名古屋城を重視して整備した。幕末の時も名古屋城で抵抗して戦うこともできた。しかし名古屋城で応戦するということは、国を二分する全面戦争になるのは確実。有能は終わりファンはそこでバカなプライドで抵抗しても日本の未来に何のメリットもないことが分かっていた。国を二分する泥沼の内戦になって喜ぶのは誰か？欧米列強が植民地合戦してる時にそんなことしてる場合か？そんな内戦になった頃で欧米列強が加担してきて分断されて植民地支配されるのがオチ。禍根も残しまくって傷だらけになったのは間違いない。終わりファンが無益な戦争をしなかったから江戸幕府も無力化し、江戸城無血開城となって明治維新はスムースに行われた。名古屋城はその後の日本の歴史を大きく左右した重要な城であり、終わりファンのおかげで今の統一した日本がある。記事の結論というより、ネタ元の反社長史刊本自体が、雨があって話に行き着く本なのよ。あまり変わらないような、それレスでお前が他欲と分かったわ W。自白してくれてありがとうな。これは嘘天皇だから意味がない。ちなみに彼の言動は、私はここで代々育った南朝正統子孫だから真の天皇なり、私は明治維新で長州にすり替えられた真の北朝天皇である、と矛盾している。奇遇だね。かつも江戸に火を放つつもりだった。このクソコテも NG にすると良いんじゃないかなしょう。現実を伝えただけだよ。東洋と西洋で科学技術の差がつきすぎなんだよ。東洋に欧米列強が別次元の科学技術持ってきて、不平等条約を押し付けてきても、幕府は受け入れるしかない。情けないが、孝明天皇が亡くなった後だぞ。明治維新。即位後に維新は起きている。バカすぎ。元老が慶応のまま変わっていないだけで、14歳で即位してるよ。即位した明治天皇によって、徳川追討が出された。徳川が滅んだその後、元老が明治に変わった。本当に時系列が大事なんだよ。ドラマだとこの辺が曖昧で、幕末の志士の話ばかりになる。あんなのおまけだよ。幼年明治帝が徳川追討を出した時点で、天皇主義の徳川に、戦意などあるはずがないのだから。左翼、反政権層が勝ってくれればいいと思ってやっているだけ。今の日本政府が1868年 W、敗戦して改憲されてるのにか？工作員はどうしても明治から一貫して、今があると思いたいんだな。構図としては明治からの近代が気に食わないのな。お前も他の工作員にも共通してるもんな W。そして、原田伊織にも W。乗っ取りおめでとう。じゃあ武器は？面白いやつがいたもんだな。孝明天皇が崩御したら、敗維新、なのか。そんなお前がよく時系列とか言えるよな。さすがだわ陰謀論。反日プロパガンダ、アイズプロパガンダ W。明治維新の真相とは？各藩が膨大な借金を返すのが辛くなり、借金もすべてなかったことにするため、革命を起こした。御三家でも、尾張、紀伊が幕府に反旗を翻したのも、借金も闇に葬るため。幕末の薩摩藩は、借金も250年間かけて返済する計画を、立てたが、途中で計画を破棄し革命へと突き進んだ。今に例えると、サラ金返済が嫌になったので、サラ金会社を、爆破したようなもんだ。俺の仮説どう？長州や薩摩の志士は帰化人。天皇を利用した維新の真実はこうだ。関ヶ原で負けた長州は対馬を通じて朝鮮との密貿易で藩を維持した。同様に、薩摩は琉球を通じててチャイナ及び朝鮮と密貿易していた。このため、薩摩藩の藩校では年に2回、朝鮮語のスピーチ大会が行われていた。そして、大久保利通の父親など朝鮮系帰化人が琉球間で通使として活躍。薩摩から情報への密輸品の輸送は、一旦、下関に集積したから薩摩藩と長州藩は密貿易では連携していた。ちなみにこの密輸品の瀬戸内海での、内海輸送を担当していたのが安倍の先祖の一人である松岡洋介の生まれた海部などんやの今津屋。巨額の利益を得て大名が使用を行い、幕末には志士に資金提供していた。で、両藩は幕末にはイギリスとも密貿易を開始。オランダが幕府に密告してる。だから坂本龍馬が薩長を繋いだの嘘でもある。英国から薩摩が密輸した銃を長州に回したのは密貿易の通常業務。そして、密貿易の商品だった陶磁器のビジネスと通使を通じて朝鮮系帰化人の下級武士の存在をイギリスが知る。上位の世論操作をしてからテロを演出し、高杉晋作らの英国公使館焼き打ち事件を思い出してほしい。実は1862年の生麦事件もある意味あらせだった。なぜなら薩摩藩は生麦事件以前から上位などではなく藩内に英国人がいたからだ。イギリスと両藩が開戦。反内クーデターを支援し朝鮮系帰化人下級武士に権力奪取させ、両藩を掌握。明治維新へ。これが真相。わかりやすいだろ W。西郷がもし無血開城に応じない場合、庶民を千葉に避難させた上でな、これは旗本を戦力とすれば、数の上で勝る幕府軍はまだ十分戦えるという、幕府の戦闘継続派にロシアのモスクワみたいに首都を焦土にしてまでやるのかって脅しもあった。あくまでも仮説であり史実ではない。終わり、馬鹿うよか？偶然かどうかは知らないが、グローバル趣味で明治維新大好きな、小泉安倍のご両人が、長州と薩摩だからな。革命思想で有名な、ついこの前総理だった菅直人も山口だよな。本当に偶然なんだろうか。改憲したら別の国体なんだ。ならば憲法なんて改正されないから安心しとけ。逆に言うと改憲のためには政府を変えないとダメってことになってしまうな。これ以上この手の話はしない方がいいよ。国体に関わる、徳川が日本という国を作ったのに、
なんで天皇にならないんだろう。変だわな。大分県出身の竹細工職人、部落、アメリカ商人をはじめ、フランスにベルギー、プロイセンにイタリア、清まで記録されております。もっと前かと思ったけど、まあ70年だとまだ遺族あたりがいるか。っていうか渡辺の力があった時代とかぶってるしょ。徳川は武士で将軍だろ。お前絶対日本人じゃないわ。自分は日韓併合以降に日本に出稼ぎに来た朝鮮人の子供なだけなのに、なぜか千何百年前に百済から来て日本人以上に同化してしまってる元貴家人も、全部朝鮮人と表現しないと気が済まない連中なんだよ。何せ感情だけが支配する文化だそうだからな。おまけに日本を支配していたとか言い出してやつに言って、挙句は伊予出身の伊藤博文まで朝鮮人と言い出す始末だわ。長州の中には違いを見せるために太白と違う出自譚を自称したのもいたから、そういうのも全部朝鮮人姉妹と気が済まないから言ってることが、もうはちゃめちゃよ。それでも飽き足らずに今度は安倍まで朝鮮人ということにして、何でもいいからイメージ操作までして頭角を目指している連中、きっとメディアの中にもこういうのが多いんだろう、というより最近思うんだが、日本国の国体こそが日本国憲法、という感覚で捉えてる奴がかなり多いのではないかと、というかそんな風に思い込むよう学校教育の場でミスリードを受け続けてきたのではないか、そんな疑問が生じてる。陰謀論者は自説が正しいとしか言わないよな。さっきも日本が朝鮮戦争に参加したみたいに話す外事が来たしょ。徳川が自主的に体制奉還したら、明治新政府から徳川が排除されていた。父孝明天皇が超徳川新派で皇部合体主義なのに排除されるとか、そんなバカなと思うのは当たり前だろ。天皇とはいえ小さな子供が、何やらかしてるんだよ。時代劇の白虎隊が効いてるよ。でもあれ、ちゃんと見たら、会津の失策に次失策を描いてて、最後は西郷が開き直るって話なんだよな。 W、会津武士道とか評価してるけど、敗戦して改憲してるがそれらを言ったのは明治から続く政府だからな。日本がしつこく降伏しなかったのは政府とその主権はたとえ名目上でも守るためだし、実際8月18日降伏3日後にしつこいロシアじゃなく、アメリカ相手に領空侵犯で迎撃機上下てる。で天皇が将軍の位置に降りてきたんだよな。お前こそ日本の歴史全然知らないだろ。事実上の乗っ取りなら鎌倉に室町に各種ありますが、国家元首は天皇のままなんです。それが日本の特徴。あなたが歴史に無知だったわけ。降りてねえわ W バカか W。お前が歴史とか言うなよ。だからそこでパラダイムが変わっただろっての、テロの親分になったわけでさ。そこでオスマン帝国の復活ですよ。上位テロリズムの急先鋒であった長州はそもそも上位テロリズムであったのか。変な問題設定だが例を挙げてみよう。後に朝鮮行政のトップともなった伊藤博文は上位テロリズムの実行犯でもあり、高杉、井上らと、英国交換焼き打ち事件を引き起こした。伊藤の役目は放火担当とも言われる。しかし実に不可解なことに英国交換焼き打ちからほどなくして伊藤は長州5として当時数億円相当とも言われる渡航費を払い英国留学しているのである。この英国留学を全額負担したのは、香港と上海に本店を置き、日本では横浜と長崎に支店を持つ英国巨大商社のマセソン商会であった。通常ならば無期懲役や死刑になりかねないテロ実行犯を庇護するだけでなく、莫大な教育費用を負担するとは不可解ない国人がいるものである。そして伊藤も明治政府では大陸出兵と朝鮮支配などに奔走し、欧米資本に戦費と借款で莫大な利益を献上するのである。この維新と大東はつなげるのも安易だよな。アベガーはいつもこう話すけど、何に対してのだからこそなんだよ。W、こいつらが言ってるのはそうあってほしいという大衆的願望であって、歴史の事実ではないわけよ。軍事の最高指揮権持ってるの誰よ。時代が一気に飛ぶんだよな。まあ、左翼からしたら維新と大東は、悪と死体から直結させてんだろうけど、将軍は軍指揮官でしかありません。坂本龍馬とかが急に教科書から消されるようになるのか、武田鉄矢って何してるんだろ。あなたは嘘をつき、言いがかりで逃げた。都合が悪くなると馬鹿げて幼稚な大胸返し、王政ってことも理解できないんだろな。長州は朝鮮系っていう人いるけど、韓国人も長州は韓国の末裔だと言ってるんだよね。長州は朝鮮人って言ってる人は大日なの？それとも事実なの？長州力と関係があるの？まあ陰謀論、反日プロパガンダ、会津プロパガンダは日本人じゃないわな。 W、対米海戦を誘導した海軍は軍令部が実質的に作戦立案したんだが、海戦時は薩長ばかり。大祖先しか考えてなかった旧幕府軍子孫が多い陸軍は海軍に騙されて孤島にばらまかれ、最後は責任を押し付けられただけ。薩長もいいけど、佐賀を忘れないで、論拠がないわな。嘘つきはお前だろ W。将軍に国家元首という権限はありません。元帥裁判権を持っていただけ。あなたはまた無知を示した。靖国なんて長州神社だから、長州以外の人間が行くのは意味がない。世界の美意識はこんなに言った。女性の完璧なプロポーションは？かっこ比較画像。まあ、大内氏は名誉朝鮮人だったのは間違いない。どの韓国人が長州は韓国の末裔とかほざいてんだよ W。長州って国名だぞ W。在日は日本全国いるだろ。長州力は山口出身の在日だな。まあ、会津なんて偽金作ったくらいだから金があれば違ったな。プロパガンダも結局金だししょ。あいつの出自は朝鮮だ。あいつは田舎者だ。って叫んでる奴が一番哀れだよな。自分が都会隅の日本人であることしか誇れるものがないんだな。朝鮮人がどうとか議論になっていない。論点の主題は朝鮮人に関係なく W。明治維新がなかったら、今の日本はどうなっていたか？ってことだろ？佐賀は幕末特に倒幕に向かって何かしたって役じゃないからな。一部藩士が活動はしてたけど、藩としては特に何もしてない。
すみやまんちと思うとこが合図プロパガンダ洗脳者だよな。 W 水戸藩が内部抗争で人材が一掃されなかったら今頃茨に罰があったのに、それは14世紀の事象だな。3期出身の可能性の方が高いのは常識なんだよ。エリザベス2世女王からプーチンまで変わりませんな。あなたは印象操作で逃げる嘘つきだ。名誉朝鮮人の大内氏は配下に貴家人がいた。なぜ長州の名字は杉と桂とか一文字姓ばかりかな。 W 下がって土佐以上に空気だけど、さちょうど日なんだよな。何もやっていないのに名前連ねるか。 W つか、お前早く俺が愚民化されてる。証明しろよボケが。人に質問してる場合か。歴史修正趣味ですね。 W つか、お、生きの日本人は過激な政治思想に染まらないんだよ。右にしろ左にしろ、右朝鮮と左朝鮮の対立しかない。全スレでも書いたけどさ、名誉朝鮮人だから貴家人の部下がいるのか。3つだけ並べて長州には1文字の名字が多いとかバカだろ。早く文献出して証明しろよ。 W 本当ループしかできないよな。陰謀論、アイズプロパガンダ、反日プロパガンダは W 佐賀藩は鳥羽伏見の戦い後に戊辰戦争の即戦力として新政府に抱き込まれた。だから鳥羽伏見の戦いまでの政争には関係ない。かっこ逆に唐津藩の方が砂漠派として関わっている事実ならまず日本史の教科書にはあれだけ載らないね。わら、隠すれば核なるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、長州人の思考行動パターンを松陰の句はよく表現している。真っ当な研究や資料によってなら修正されていくべきだと思うが、戊辰戦争で活躍して滑り込んだって感じ。あと維新後に活躍した人間が多い。だって明治維新から続いてる茶番がわからないんでしょ。少々愚民じゃん。完全に洗脳されてるだろ。少皆さん、ミハルキツネに騙されたという戯れ歌をご存知でしょうか。そしてこれをどういう風にご記憶でしょうか。これは戊辰戦争の際、ミハル藩が大上列藩同盟を裏切ったとされることを揶揄して言われてきた言葉です。この言葉にミハルの人たちはどれだけ長い間傷つけられてきたことか。私もその中の一人でした。将軍家は天皇家の用心棒リーダー。実際はともかく形の上では千年ぐらいずっとその形を保ってきた。その武家を排除して天皇家は衰退の一途、いわゆる取り巻きがごっそりいなくなった。だからその明治維新から続いてる茶番とやらを文献添えて過剰書きにしてみろよ。読んでやるからよ。 W 一人じゃねえかよ。そいつは全スレでも書いてたじゃん。 W あ、他剣つかんねえのか。あんだけ決めつけといて。 W 会津の獅子、仙台無地な、三春狐に騙された日本松丸で悟る明違い坊、かっこ違い坊は日本松藩主庭師の家紋、会津桑名の腰罰寺には、かっこ庭のウサギはぴょんと跳ねて三春狐に騙された。この歌にある三春狐をどう見るか。激動する戦乱の中で歴史の短歌に差を差し、小舟を操る船頭が無理せず臨機に切断させたところが安全であればそれでよい。反乱利益の干渉と義憤は一方の味方で、100年後の町民が判断すればよいことである。150年経った21世紀でも恨み節な合図プロパガンダです。んじゃ、差別もないのに差別差別とはめく、朝鮮人は狂ってるってことか。合図プロパガンダによる差別の実態です。三春町から嫁をもらうなと差別、なんでそこまで教科書に関わるのかね。少々嘘でたらめだらけなのにさ。少々最後まで抵抗した東北北海道冷遇して開発は後回しが死者大勢出して満州開発に金ドブドブ積み込んで戦後大金積み込んで整備した満州取り上げられた社長。このスレって随分伸びてるようだけど、よく見ると書き込んでるのが数人じゃないのかと、張り付いてるのがおそらく2から3人、たまにそれ以外の人間が書き込むパターン。よほど恨みがあるんだね社長に。まあ社長どきがバカやって日本を潰したのは間違いないけど、そうだけど、まあ九州や満地なんてろくな奴がおらんわな。彼の国近いしな、君の主張にまともな根拠もないからだろ。妄想か革新的にデマ撒き散らしてるのかもしれんが、物部氏も一文字姓が多いな。合図プロパガンダによる差別の実態です。日本松には私の父母の代まで三春から嫁をもらうなという言い伝えが残っていたんですよ、と福島県立博物館の学芸員から聞いた。内閣総理大臣は初代の伊藤博文からカウントされているよ。今の首相は97代。張り付いてるのは一人だけだろ。やたらたぶせの話題には触れてほしくないらしいぞ。そら変だね。薩長藩閥って局初期の話だし、明治も中後期になってくりゃ状況も変わってくるから、そう単純でもなかろうよ。教科書に関わる書き込みはしてないが、どうした？困ってんのか？ああ？早く明治維新から続いてる茶番とやらを、資料文献添えて過剰書きにしろよ。パヨクな、もし孔明天皇が急死していなかった場合の日本が、自然な形なんだろうと思う。多分半島併合は言っていないと思う。半島政策は吉田松陰など、薩長思想の影響が強い。東北の原高志元本出身だからって薩長派閥からものすげえ差別されて苦労したらしいね。部落と在日のでち上げたタブセシステムですか。 W つか、妄想でしか書き込みできないの。陰謀論は W あと勤労諸藩としては秋の浅野家が非常に惜しいところで4藩入りを逃している。秋藩は大政奉還直前まで薩摩と共同で京都における武装蜂起を策していた。そのままなら長州より上だった。大政奉還以降、徳川慶喜の諸公会議路線に乗り、鳥羽伏見の戦いでは2日目朝廷から近畿の使用許可が降りた時点で参加したのだが、もう信頼してもらえなかった。明治期の立場は三流勤労扱いだった。それでも内閣総理になれるくらい時代も状況も関わったってことだわな。
IF 好きだね。あと妄想も W。昭和海軍非主流派サンバガラス。米内光政、かっこ盛岡出身。山本56、かっこ長岡出身。井上成美、かっこ仙台出身。おいおい少々。左翼ってお前が崇拝する明治維新の売国どどもなんじゃねえの少々。何が長州ファイブだよ少々。笑わせんな少々。意外と土佐がまともだな。知られてはいけない本当の真実。徳川家の出自は実は明らかにされていない。歴史を遡ると室町期に松平氏が三河に現れ、松平氏が徳川家康の出自ということになっている。南北朝時代が終わり室町幕府が始まり、足利将軍家は明と朝鮮にたびたび使者を送り就航を求めた。朝鮮通信塚は室町期に始まる。日本側が渇望したのは木綿の栽培と技術の獲得であった。室町期以前に木綿の栽培は日本では行われていない。木綿は日本固有のものではなく、遡れば室町期に朝鮮通信使によりもたらされたものだった。木綿栽培に熟知した利家配下の朝鮮人技術者は三河地方に渡って栽培を継承した。その頃には三河地方は綿花の栽培地として名が行き渡るようになっていた。三河の豪族の松平氏の出自は利家配下の朝鮮人技術者である。三河地方の朝鮮豪族の一人であった徳川家康はやがて織田豊臣政権の中で勢力を保ちつつ、覇者への道を探っていた。豊臣秀吉は日本を統一した後、朝鮮を滅ぼし大陸を手に入れるという妄想に取り憑かれ、朝鮮に出兵した。日本各地の諸侯が朝鮮出兵にこぞって参加する中で、徳川家康だけは動かなかった。朝鮮半島に兵を送ることはなかった。豊臣秀吉の朝鮮侵略を起点にして、徳川家康は同胞を殺戮する秀吉に義憤が湧いたのであった。しかし、機会は待たねばならなかった。慎重な家康は秀吉の寿命が残り少ないことを知っていた。機会は早く訪れた。劣勢になり守勢に回った日本軍は豊臣秀吉の死によって徹底の大義名分を得たのであった。豊臣家は朝鮮半島で蛮行を行ったが日本各地の諸侯にも深し傷を負わせたのだった。それ以降、豊臣家の意向は急速に地に落ちていった。朝鮮出兵を誇示し両国で全盛を強いた徳川家康の人徳を、やがて日本各地の諸侯が慕うようになったのは自然の流れである。関ヶ原を経て、大阪の豊臣家を滅亡させ、日本に真の平和が訪れたのだった。徳川家康はいち早く利家朝鮮王家との和睦を求めた。朝鮮通信使が再開され、朝鮮国王から大君の賞を受けたまわり晴れて日本国王に任命されたのであった。大君とは利家皇太子のことである。同時に利氏王家から利の姓を受けたまわり、徳川家康の本当の名は利家康であり、出自からして日本人ではないのである。大君利家康は京都に兵を幽閉し、明治維新に至るまで長く平和を築いていくことになった。読み上げ終わり。今回は、幕末維新の謎、第19回、全27回、でした。YouTube ひじくろチャンネル。また次回。